そうか、よう知らせてくれた。じゃが、わしゃそんなこととはつゆ知らず、信長様にご出馬をお願いしてまった。信長様は味方の陣地を通ってこっちに来る。きっと兵もそんなに引き連れ、その時にもし光秀が思い詰めとったら、信長様は、いかいかん、天下は乱世に逆戻りじゃ。勘兵衛、今から信長様を迎えに行ってくれんか。迎えとは？光秀に妙な動きがあるんじゃ。まさかとは思うが、念のためにな。頼む。承知、兵も一緒に来てもらおう。官兵衛が望んどるのは天下太平だけ。それには信長じゃから、何が起ころ。織田家は戦国の雄武田家を滅ぼし、西国の大大名毛利家も降伏寸前に追い込んでいた。毛利家攻略軍団長羽柴秀吉はその総仕上げに織田信長の出馬を要請。信長は明智光秀ら主力軍を先行させ、自らはわずかな手勢とともに京本能寺に入った。しかしここで秀吉のもとに光秀に不穏な動きありとの報が入る。秀吉は腹心の軍師黒田官兵衛らを信長のもとへ送った。本能寺の運命を変えるために。明智光秀の乱。私がなすべきこと、それは戦なき地平を築くこと。今私にはその力がある。敵は本能寺にあり。明智光秀様、ご謀反。光秀が謀反ね。何を望んでここに来たのかしら。是非もなし。魔王を火で封じたつもりか。面白い。乱が死ねば信長様も助からない。この戦、是が非でも散るわけにはいかない。
城が落ちれば本能寺は裸同然、何としても守り抜かねば。万民のため、ここで消えてもらおうか。敵増援。長居はできない。通常、あまり痕跡は残してもないんでね。敗北条件変更。伝令、羽柴秀吉様からの援軍本能寺に接近中。もう少しの辛抱です。援軍が来ればきっと形勢は変わる。秀吉殿の援軍が近づいているとのこと。それまでに信長様の首を取らねば。敵増援。こりゃしんどいの。急げ。果てるわけには。急げ。厳しい状況だな。救出すれば。
全滅させられると。急げ。戦救援コウ。激しいのね。寄ってたかって矢玉を打ちかけるなんて。やはり光秀は謀反を起こしたか。秀吉様の予感が正しかった。あの者を先に送っておいてよかった。さもなくば信長様は撃たれていただろう。敗北条件変更。今なら明智の背後をつけよう。一気に攻め立てるのだ。開門。もう少しで信長を撃てたってのに。止まれない。秀吉も余計なことしやがる。乱にお任せを。勝負。この地獄、一緒に楽しみましょう。官兵衛様の加勢で形勢が変わりました。撃って出て敵軍を追い返しましょう。進軍開始。開門。この状況で一人も犠牲者がおらぬとならば、最後までこのままで生きたいものだ。おお、やるではないか。急げ。急げ。またちょっくら明智殿に手を貸すか。敵増援。勝利条件変更。力負けしているか。覚悟はどうにできておる。参れ。救援願います。
見事にございますな。血風となって散れ。体操しているか。石川五右衛門参上。本能寺に眠るお宝をいただくぜ。敵増援、開門。厳しい状況だな。ぬるいわ。やるなら徹底的に痛めつけて。このままでは救援願います。見つかっちまった。なったものよ。厳しい状況だな。明智十兵衛光秀、参ります。剣を抜かさないでほしいんだがね。十分戦った。逃げよ。さて、天下の火種はひとまず排除した。信長を秀吉様のところにお連れせねば。
ちょっとごめんよ。逃がさないよ、ご一行。首から上は置いていってもらおうか。それはできん。天下人を殺せば太平はまた遠のく。ここで信長が死ねば、お宅の主君秀吉が天下人。悪くな…なるほど、信長さん…何を勝手な…この辺の元凶は信長さん。背く兆しのあった光秀を放任した。一度裏切りを疑いながら私を許した。その情ゆえに乱は起き、また世は乱れた。私と秀吉さん。しかし乱丸、この人は足を打たれて動けないわ。ここは官兵衛の言う通りにするしかないみたい。それにそうした方が面白いかもね。楽しませよ、勘弁。信長様、いや、信長、兵を生かすは最後の情。黒田官兵衛、面白い。明智ではなく真の主に伝えられよ。次も豊作、万年豊作、ハロめでたい。どう？面白いでしょ？あの人の本心はわからない。でも楽しそうよ、毎日。多分あの人に従ってただけの秀吉や光秀、そして官兵衛がかけているのが嬉しいんじゃないかしら。あの人に依存せず自分の夢を追いかけて、その様を。陛下、何か言いたいことがあるようだな。無論だ。信長は爪を誤り本能寺の変を呼び込んだ。秀吉様に同じ轍は踏ませぬ。
秀吉様には太平の世がなるまで非常に徹していただく。それが乱世を打破できる唯一無二の方策だ。腹が減ったらみんなでおにぎり、腰が痛けりゃおのうにもませろ。はあ、探したぜ信長。今こそ仲間の敵取らせてもらう。バカ、こんな威圧感のある民がいるか。俺の銃は民を撃つもんじゃねえ。民みてえな弱い奴を虐げる悪を撃つもんだ。ならば猿を撃つか。秀吉はダチだ。だがもう笑えねえ状況になってる。いつかあいつに銃口を向ける日が来る。やるなら今。さもなくば猿は遠くへかけて。煽るんじゃねえ信長。俺はまだてめえを許したわけじゃ。ならば信長を撃つか。歌いたがやし汗かく民を撃つか。こいつ楽しんでやがる。本能寺の変の後、織田信長は歴史の表舞台から消えた。公には明智光秀に討たれ死んだとされた。信長の死の方に攘夷に信長を救おうとした羽柴秀吉は、信長を救えぬ攘の無力さに絶望し、攘を捨てることを決意。腹心の軍師黒田官兵衛と共に苛烈な非常の知性で日の本を平定。豊臣秀吉と改名し、恐怖で天下を支配していた。秀吉の太刀、最下孫一、そして隠密柳生宗則は、秀吉の非常の世を打破できる男、織田信長を探し訪ねた。豊臣討伐戦。
秀次は謀反を企んでおった。行状にも問題が多い。身内だからこそ厳しく処分せねばならん。はい、こんにちは。お邪魔しますよ。貴様、よくも抜け抜けと。おっと、喧嘩しに来たんじゃないよ。織田信長にまた天下を取ってもらいたくてね。な、知ってるか、あの官兵衛が最近秀吉から死を賜ったそうだ。秀次事件で世を騒がせた罪、その他諸々の罪、全てをかぶっ天下はほぼ定まり、主を操っていた悪心も消え、これから秀吉の全盛が始まり、めでたしめでたし。江戸なでる、こんな結末。俺は立ちの真意が知り、それにはもう戦うしかねえ。秀吉と官兵衛がこねし天下持ち、怨嗟と絶望が渦巻き、とても食えたものではない。ならば再び信長に仕せ、良い塩梅となった餅を食らうつもりか、家康は。ご想像にお任せする。良い、乗ってやろうぞ。信長様。勘弁、つまらぬ道を選んだものよ。敵は大阪城にあり。奇襲じゃと大阪は天下の賢者、わしの支配と同じ完璧にして不落よ。悪趣味な城よ、城下を一掃し足場を固める。秀吉、笑えねえよ。俺がお前を止めてやる。秀吉様、敵の正体が分かりました。木工の織田信長にございます。バカ、信長様は亡くなられたはず。それになぜわしを責めるんじゃ。本陣を死守せよ。信長の命も猿などにくれてやる。信長様が生きてるだと。真偽を確かめてやんぜ。進軍開始。久々の対面、許そう。
秀吉を支えるって決めた。だから許してください。大筒準備、狙いは三成らのこもる石田丸ぞ。石田丸は大阪防衛の要、させるものか。進軍開始、行くぞ。は強いだろう。まあよい、全軍大阪城へ進軍せよ。秀吉様の一大事だ。正則急げ。敵増援。おじきに逆らうバカはどいつだ。信長、マジかよ。開門。行くぞ。厳しい状況だな。どけ、離れたくなければな。この気迫で進む。待て、水野。
手を打つな。切り開く。仕方のないやつだ。これどうだ。よくやってくれた。さらに励んでくれ。地獄存分に楽しもうぞ。黄泉に帰るだけのこと。敵襲じゃと？大阪は天下の賢者、わしの支配と同じ。貫通。敵にして砕くよ。悪趣味なしろよ。浄化を一掃し、足場を固める。秀吉、笑えねえよ。俺がお前を止めてやる。秀吉様、敵の正体が分かりました。六甲織田信長にございます。バカ、信長様は亡くなられたはず。それもなぜわしを攻めるんじゃ。本陣を死守せよ。信長の命を猿などにくれてやめん。信長様が生きてるだと。真偽を確かめてやるぜ。進軍開始。欲しいか。久々の対面、許そう。秀吉を支えるって決めた。だから許してください。大筒準備。狙いは三成らのこもる石田丸。石田丸は大阪防衛の要。対させるものか。ない。進軍開始。
めるんだ。急げ。全軍大阪城へ進軍せよ。秀吉様の一大事だ。雅典、急げ。敵増援。今時期に逆らうバカはどいつだ。信長、マジかよ。開門。お働き、見事です。お前の勝ちだ。行くぞ。お見事にござった。この手で時代を開門。切り開く。厳しい状況だな。よくやってくれた。さらに励んでくれ。この程度では信長は満たされぬ。こちらから攻めてきたか。秀吉様のもとへは行かせんぞ。城内の侵入を許すと、この責任を俺が取る。開門。まだ見つめ。止まれない。一人で背負おうと。行くぞ。戦いは避けられるのだろうか。
様ごときに俺の邪魔はさせぬ。秀吉の天下壊させやしねえ。もっかい出るぜ。それが俺の神器だ。敵増援。欲しい。それはウルの答えか。この天下、今さら信長様といえど渡せんわ。開門。俺らはどこまでもおじきに従います。敵増援。止まれない。秀吉様と合流する。信長を再び火の世界へ送り返さねばならん。敵将討ち取ったぞ。討ち死に。やめるかな。お働き見事です。相手ではなかったか。慢心しておったか。急げ。お前いい感じだぜ。敵将討ち取ったり討ち死に。救援要請したい。行くぞ。この手で時代を切り開く。割れない。多くの犠牲を払ってここまで来たんじゃ。返すことなどできん。わしでは信長様には勝てんのか。わしは何も間違っとらん。非常こそ天下をまとめる近道。悪一人を殺し満を生かす秀吉。ああ殺せ殺せ。わし一人死んだところで世は変わらんわ。秀吉。官兵衛と同じく業を背負い死なんとするか。
勘弁すまん。お前さんのわしゃお前さん無価値。俺たちは秀夫俺な秀あいそのやり方は確かにえげつなかった。だが太平に向かって進んでい非常の道を進むあいつは孤独だったんだと思う。それを支えていたのは官兵衛だった。だがな、秀吉が勝っていたとしても官兵衛がいなければな、なんでみんな死んじまったんだろうな。秀吉もあいつらが天下を治めるために捨てたもの、そいつを思い出させてやればこんなことにならなかったのかもな。